どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空マイレージプラス購入最大 45% オフキャンペーン開設ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイルを購入すると最大 45% オフでね購入できるキャンペーンということで、ユナイテッド航空のねこのバイマイルキャンペーンっていうのは基本的に購入していただくと何パーセントボーナスをつけますよっていうねキャンペーンが多いんですけども、今回のキャンペーンはね割引で購入することができるっていう風になりますんで、このキャンペーンね待ってた方結構いらっしゃると思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではね、キャンペーンの詳細ですね、期間が2023年1月の28日の4時59分までっていう風になっておりまして、特典がですね最大 45% オフでねマイルが購入できるキャンペーンっていう風になります。またね、ユナイテッド航空のマイルはですね年間ね17万5000マイルまで購入することができるんですけども、これ以上はね購入することができないっていった形になります。で、購入したねマイル付与は購入後最大72時間以内にね付与されるっていった形になります。まあこういったね感じのキャンペーンになっておりまして、この動画が出てるのが1月の15日っていう風になりますんで、キャンペーン自体はですねあとだいたい2週間ないぐらいまではねありますので、まあすぐね購入されなくてもですねゆっくりね検討して購入していただければななんていう風に思いますので、ユナイテッド航空のねマイル購入したいなって思ってる方はですねぜひね利用していただければなと思います。で、今回のキャンペーンの1マイルの購入単価ね、いつも私の方でね図で出させていただいておりますけども、こういった形になっておりまして、5万マイルのねところを見ていただきたいんですけども、今回5万マイルを購入すると元価格が242,783円っていう風になりまして、今回のキャンペーンですね 45% オフの価格が 133,531円っていう風になりますんで、今回のね1マイルの単価は 2.67 円ということで、このねユナイテッド航空のバイマイルのキャンペーンっていうのは、これね為替レートがちょっとねよくわかんないんですよね。もう公式サイトに値段反映されておりますので、ちょっといつの為替レートでね購入できているかちょっとわかんない部分ではあるんですけども、まあ今のね購入価格、公式サイトの購入価格を見ると1マイルのね購入単価っていうのは1マイルね 2.67 円っていう風になります。で、こちらね見ていただければわかる通りですね、5万マイル以上ね購入していただかないと今回のキャンペーンね最大 45% オフね適用にならないっていう風になりますんで、ある程度 UA マイルを持っていてちょっと買い足したいなっていう方はですね、まあ好きにね購入していただくのがねいいのではないのかなと思うんですけども、もしね全然持ってない状態で購入される方はですね基本的にね、5万マイル以上ね購入していただくのがねいいのかなと思います。で、一番右ですね、 ANA 国内線5500マイル区間利用時ということで、ユナイテッド航空のねマイルはちょっと後でね詳しくやりますけども、 ANA のね国内線の特典航空券を発券することができるんですよね。で、これが東京から言うと札幌、伊丹、福岡、まあここら辺のエリアがですねだいたい5500マイル区間でね利用することができるっていう風になりますんで、まあこれをね考慮すると、まあ1往復2往復3往復分みたいな感じでね、まあこういった感じでね表に入れさせていただきました。まあこちらもねぜひ参考にしていただければななんていう風に思うんですけども、まあこういった感じでね購入することができます。で、今回のね1マイルの単価 45% オフで 2.67 円っていう風になりますんで、マイルのね単価っていうのはだいたい2円程度っていう風に言われておりますので、まあ 2.67 円ということでちょっとね2円ね超えてくるわけなんですけども、まあ私個人的にはですね、まあ特典航空券でね利用されるのであればですね、まあね2円は超えてるんですけども、最近航空券も高いですし、まあ国際線に至ってはね UA の場合は燃油サーチャージかかんなかったりするんで、まあ全然ね2円超えてますけども、まあ購入してもねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、今回ねユナイテッド航空のバイマイルキャンペーンという風になりますんで、ユナイテッド航空マイレージプラスの基本情報をねちょっとまとめさせていただきました。まずね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで発券すると片道でね発券することができますし、誰にでも発券することができます。 ANA とかね JAL で JAL マイル ANA マイルでね発券すると、まあ基本的にね家族の方にしかね
発見することができないんですけれども、ユナイテッド航空の場合はですね、誰にでもね発見することができます。で、有効期限がですね、ユナイテッド航空の場合はないんですよね。これもね非常に大きな特典の一つっていう風になります。今回購入したからといって、まあ、何年後に失効するみたいなことは一切ございませんので、まあ、いつまででもですね利用することができるっていった形になります。で、先ほども言いました通り、国際線で、ユナイテッド航空のマイルでね発見した場合は燃油サーチャージがかかんないんですよね。これもね大きな特典っていう風になります。今ね ANA マイルで ANA、JAL マイルで JAL、 乗ると燃油サーチャージね非常に高騰しておりますので、北米とかね利用していただくと、もう往復で10万円ぐらいね燃油サーチャージ必要マイル数とは別にねかかってくるっていう風になりますんで、この燃油サーチャージがかからないっていうのは本当にねおすすめポイントの一つっていった形になります。で、 ANA のね特典航空券がユナイテッド航空のマイレージプラスでは発券することができるんですけども、おすすめ路線はねこんな感じになっておりまして、区間で800マイル区間ですね、羽田から伊丹、福岡、札幌の場合は5500マイルで、伊丹だと、伊丹から福岡、札幌、沖縄5500マイルで、801マイル区間として東京、沖縄ね9000マイルっていった形になっておりまして、このね東京から福岡とか札幌とかね、ここら辺 ANA で発券すると通常シーズンだと、7500マイルになると思うんですよね。ですので、まあ、ユナイテッド航空のねマイルで発券していただくとかなりねお得に発券することができるっていった形になります。またね、ユナイテッド航空はですね、2023年、こちらの動画でね解説させていただきましたけども、1月1日、今年の1月1日からですね変更キャンセルがね無料になったんですよね。これはねめちゃくちゃいい朗報ですよね。このアメリカのね航空会社っていうのは、まあ、こういったねお得なプログラムがあってもキャンセル変更とかですね、まあちょっと前まではねコロナで結構融通効く部分がねあったんですけども、今ね徐々に世界が動き出してきて、この特別対応みたいなのがどんどん終わってきてですね、請求される場合がね結構多いんですけども、ユナイテッド航空の場合ですね、変更キャンセルね1月1日から無料になりましたっていう風になりますんで、これもね大きな特典の一つっていった形になります。まあこういった感じでね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね利用することができまして、まあこれ以外にもですね、エクスカーショニストパークっていうね、まあ、こちらの動画でね解説させていただいて、実際ね2022年にも利用させていただいた特典ね、ちょっとこちらねややこしいので、こちらの動画で解説ね気になる方は見ていただければなと思うんですけども、これもめちゃくちゃお得です、エクスカーショニストパークね。またね、アメリカ本土のエコノミークラスのね特典航空券は非常にねお得っていった形になります。先日ねニューヨークから東京のね羽田便初便で帰ってきたんですけども、あれもねエコノミークラス特典でね利用させていただきまして、36,700 マイルで、利用させていただいたんですよね。で、先ほども言った通りですね、ユナイテッド航空の場合は燃油サーチャージがかからないっていう風になりますんで、36,700 マイルとプラス750円しかかからなかったんですよね、空港使用税。めちゃくちゃいいですよね。これが ANA とかだと、まあ必要マイル数はちょっとね、少なかったりするんですけども、片道のね、必要マイル数になりますんで、でもですね、燃油サーチャージがね、かからないっていうのはすごいですよね。これ JAL とかでね、マイルで発券すると、必要マイル数はもうちょっとね、少ないと思うんですけども、燃油サーチャージは多分5万円ぐらいね、請求されると思いますので、こうやってみるとね、ユナイテッド航空のね、エコノミークラスのね、アメリカの特典航空券はね、非常にお得っていった形になります。またね、ハワイ路線も、27,500 マイル、これセーバーになるんで、まあそんなにないかもしれないですけども、まあ3万マイルぐらいからね、利用することができるっていう風になりますんで、まあここら辺でね、利用するっていうのもですね、かなりいいのではないのかなと思います。またね、ビジネスクラスに関してはですね、これはね、結構ね、空席が少ないんですけども、セーバーで取れれば、東京から北米路線ね、8万8000マイルぐらいからね、利用することができるっていう風になりますんで、まあもうちょっとね、少ないマイル数の時も見たことがあるんですけども、まあ今検索してもね、来年の11月に2日間とかね、そのぐらいしか出てこないので、まあなかなか厳しいかもしれないんですけども、まあビジネスクラスはですね、必要マイル数はね、ちょっと多いんですけども、まあ燃油サーチャージね、かかんないので、ある程度ね、日付に自由が利く方はね、利用できるかもしれないんですけども、まあそこまでね、期待しない方がいいかもしれないですね、ビジネスクラスに関しては。どちらかというと、エコノミークラスのですね、特典航空券がね、まあおすすめなのではないのかなと思います。
ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイル、購入していただくと最大 45% オフキャンペーンということで解説させていただきました。もしね、購入される方はですね、トップキャッシュバックっていうね、アメリカのサイトをですね、経由して購入していただくと、まあ、2.5% 還元ぐらいね、還元取れまして、それもね、ペイパルっていうありますよね、そこからね、銀行口座にね、振り込むこともできるっていう風になりますんで、こちらね、経由していただくだけで 2.5% 還元ね、取れるっていう風になりますんで、こちらもね、これにね、やり方書いておきますんで、ぜひね、経由してね、購入するようにしてください。まあ、ユナイテッド航空のね、マイルの購入は5万マイルでもね、13万円ぐらいしますので、まあ、これが 2.5% 還元でね、取れれば結構いい額になるかななんていうふうに思いますので、このね、トップキャッシュバックね、購入される方はね、ぜひ経由してね、購入していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。